はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、筋肉と根性ということで、筋肉をつけながら根性が身につくエクササイズを2種目、そして筋肉と根性についてのお話を少ししていきます。空手家タートルなんですけども、過去に実績としてはですね、一般有段の部西日本大会で優勝経験あり、全日本オープン戦実践空手道の有段の部軽中量級で第3位といった結果を残してきています。もっとたくさんトロフィーはあるんですけども、まあ、たくさんありすぎてですね、まあ、一部だけ紹介しました。で、格闘技をやっている人、空手をやっている人、アスリート、どうやって根性を身につけるのかというとですね、根性を身につけるためには、基本的に辛い時間が長い方が根性が身につきます。ですので、軽い負荷を長い時間耐え続ける、やり続けるということで根性が少しずつ身についていきます。ここで諦めたいっていう気持ちがね、出てくるにつれてどんどん耐えていく。長い時間、回数多く耐えることによって根性が身につきます。そこで基本的な根性のつけ方としてはですね、プッシュアップです。基本的な腕立て伏せをですね、拳もしくは指でやることで根性を身につけていくことができます。そして根性を身につけるためにはですね、筋肉の刺激、そして痛み、その2つに耐えることがとても根性が身につきやすいです。根性というのはですね、ストレスにとっても強く、自分に厳しく、物事を諦めにくく、とても現代には大切なことです。怒られ続けることを耐え続ける。それももちろん根性がつきます。辛いことばかりをやり続ける。それが慣れてくるとですね、もちろん根性が身についてます。ですが、それは相手から受けたストレスとかがなければいけませんから、自分自身で身につけるということにはつながりません。で、今回自分自身で身につけるためには、剣立て、指立て、これをやり続けることです。紹介します。まず剣立てなんですけども、拳が床につく部分っていうのは人差し指と中指です。中指、薬指、小指が床につくのではいけません。ちゃんと体の骨のライン、この2個をですね、しっかり床につけて剣立てをしていきます。腕の幅は肩幅より少し広くしてですね、ゆっくり降りてゆっくり上がるっていうことを繰り返していきます。はじめのうちは拳が痛いですから、痛いから早くやめたい。回数を増やすにつれて筋肉が疲れてくる。その両方を耐え続けることが大切です。回数的にはできるだけ自分が上がれなくなるまでやってください。筋肉では半分根性をつけるわけですから、もう上がらないってところから頑張ってください。休んで2セット3セットしても意味がないです。とにかく1セットをとにかくやり続けてください。100回、200回、頑張ってください。で、今度は指立てです。はじめのうちは5本です。やり方としては5本で10回、1本減らします。そして4本で10回、そして3本で10回、最後に2本にして10回。今みたいにしてですね、5本4本3本2本っていう風に指を減らすことで辛くなっていきます。そして初めから5本ですから、10回20回30回40回、回数が増えるごとにもちろん筋肉は辛くなります。それに加えて指の本数が減っていきますから、さらに辛くなっていきます。それを耐え続ける、やり続けるっていうことで筋肉根性が身についていきます。筋肉と根性同時に身につけたいよって方はやってみてください。まあ、もちろん根性が身についたところで、それを何にぶつけるのかってところにもありますけども、別に何にもぶつけなくてもいいです。とにかく自分が自分を追い込んで苦痛に耐えていく。それでですね、ストレスに強くなることができます。人から何か言われる、怒られる、嫌なことが起きる、そういったことなんかはこの筋肉と根性があればですね、どうでもいいって感じになってしまいます。それほど辛くないんだなっていう風に感じ取れるようになってきます。そうなってくると自分のメンタルが強くなってますから、今後の人生を豊かに楽しく過ごすことができるようになってきますので、こんな簡単な話ではございますが、筋肉と根性というのを一緒に同時に身につけていってもらえたらと思います。いつもはですね、筋肉のことを話してますけども、今回は根性を含めたお話でした。ご視聴ありがとうございました。
you